過去栄光の座をもう欲しいままにしておりますハーリー・レイズでありますが、再びベルト取り猛ダッシュをかけてまいりました。前山さん、この試合は勝負もさることながらレイス、鶴田のいわゆる内容の高いグレードの高い勝負、これに期待したいですね。そうですね、やはり本当に鶴田選手に象徴されるような近代的なプロレス、はい、そしてレイスの奥の深いレスリング、ね、この対決ですからね、本当にねレベルが高いですね。さあチャレンジャーのハーリー・レイス、この秋最高のレスリングをおそらく見せてくれるでありましょう。チャレンジャー、ミスタープロレス、ハリー・レイス、堂々の入場。さあ今度はインターナショナルヘビー級チャンピオン、ジャンボ鶴田であります。思わぬ右肘大手術から退院後5週目を迎えました。さあこの鶴田、タイトルマッチ2連戦に全てを出してエースの正面をファンにアピールしたかったジャンボ鶴田でありますけれども、先週のインタータッグもキラーカンヤスに右肘を狙われました。右肘手術のことはもう忘れたいというジャンボ鶴田でありますが、対戦相手がこのウィークポイントを狙ってまいります。さあハーリーレースはどうでしょうか。試合に先立ちまして日本テレビよりあなたの贈呈でございます。インターナショナルヘビー級の選手権試合、試合に先立ちまして日本テレビから今花束が贈られたところであります。今夜は力と力、日米のトップを極めた男同士のエキサイティングなプロレスを期待したいと思います。リング上タイトルマッチ宣言。試合前にデイリースポーツ新聞社加藤事業部長より選手権試合宣言でございます。この試合は NWA が認可し BWF が認定するインターナショナルヘビー級選手権試合であることを宣言する。昭和60年2月19日ナショナルレスリング会館会長ボール会員パシフィックレスリングフェデレーション会長タイトルマッチ宣言でございました。ここでベルトの返還、鶴田から本部に渡されます。ここで負けたら大変だ。ゴールデンタイムの看板男ジャンボ鶴田、日本の伝統を守り抜くのが